ということでですね、生きる伝説小沢徹さんにです。今回ですね、ゲストで来ていただきました。噛んじゃってすいません。来ていただきました。ちょっと自己紹介よろしいですかね。接吻キング小沢徹でございます。いいですね。小沢さん、男優歴どのぐらいになりますか。中空いたりしてるんですけどね、はい、23からやってるの。23歳から40年ぐらいになるまあでも二足のわらじだったんだよね、僕はね。あ、そうですね、一流の、ホテルのシェフもやったけど、料理長やったけど、料理長だったんですよ。すごいですね。その二足のわらじで途中何歳から、15年ぐらいまで、15年前セクシー俳優のみということで。そうだね、なられたわけですね。そうこれなんでやっぱりそのね、最高峰の国庁まで行ったのに、うん、こちらの道に。あのね、それはね、仕組まれた。なんですか、その仕組まれた。仕組まれた。なんですか、仕組まれたっての。まあ俺総料理長との上にがいてさ、はい、その下に俺がいたんだけど、はい、まあセクションしていくみたいな感じね、はい、だけど自分の可愛がっている人間を上に上げたいがために、俺は小沢君、何かやってるよね。それもね、ちょっといけないようなアルバイトやってるよねって言われて。誰に言われたんですか。総料理長にね。小沢さん、副料理長だったんですね。まあまあ、そう。その下 のそう、トップがこうあってさ、はい、男優じゃないけどね、男優会じゃないけど、はい、トップがいて、はい、その下に別なトップがいるわけですよ、はい、この各エリアを見るシェフが、はい、でその下にまたそこに副料理長がまた何人もいるわけだ、はい、その下の人間を上に上げたいために、総料理長に、じゃあシェフにね、シェフに上げるみたいな、うん、そのもう誰もがみんなちゃんとできる人間なんだけども、俺だけがこう悪いことをしてたわけ。悪いことっていうかね、まあ、こっちの仕事ですね、アルバイトね、こっちのセクシー俳優は。それを知ってたんだけど、下からどんどんどん私をいつになったら上に上げてくれるんですかということがありつつ、はい、もう料理長も、まあ、総料理長も、まあ、しょうがねえな、じゃあ、ね、天下の宝刀出すかみたいな、はい、じゃあ小沢徹君ちょっと、じゃあ小沢、俺名前は違うけど小沢徹君本名はね、ちょっと小沢君ちょっと来て、で最初なんて、それさ、あれだよ、8月の台風のど真ん中の日にさ朝何でもなかった、台風って何時間すぐ過ぎていくじゃん、俺すごい自転車で行ってたのよ、自転車でバーッとね、お昼にランチタイムすごい客も入ってて、はい、台風がガンガン来てる時に、はい、大沢君ちょっと来てって言われて、はい、料理長室に呼ばれて、はい、大沢君さ、ちょっとなんか私たちに内緒、会社に内緒で何かやってるよねって、はって最初とぼけたわけですね。そしたら、とうとう見つかったかなと思ってさ、アルバイトしております。アルバイト、アルバイトじゃないよね、君やってるのはね、普通のアルバイトじゃないでしょみたいな今ここで普通じゃないですね辞表出すんだったら、まあね、一身上の都合で退職しますよということでしてあげるけど、白を切るんだったら社長に言うからねトップに言って、懲戒免職だよ君はみたいな言われてね、わかりましたつって、認めたんですか。認めたよ、それはそうだよ。最初なんか噂に聞いたら、最初認めなんか許されたって聞いたんですけど、1回目はなんか、違う、ないない、真相は違うんですね。ない、そんなことない。一発目から、もうでそこで、すぐだよ、すぐ、もうこの時点で帰っていいからって言われた。あ、その8月の台風のど真ん中、ど真ん中で、その日に帰っていいから、今ここで帰って、もう、名札ここに置いてけって言われて。それは昔ながらのやっぱ会社のね。そう普通だったらもう今の世の中だったらありえないですよ。で小沢さんだからしょうがないからさ、どうすかな、まあまあとりあえず仲間に言って、ここ工事場でもう今日で終わりだから終わりだからっつって、俺帰るよっつって、仲間、
なんで急にみたいな、みんなびっくりしたけど、知ってたけど、この台風ガーッっていう時に自転車こいで帰ってって、あ、まだ台風が帰ってったら、奥さんに、何こんな時間帰ってきてんの、この回したこの土砂降りの中何自転車帰ってきてんのって言われて、いやちょっとさ、いろいろあって料理長殴っちゃってさ、もう会社辞めてきた。奥さんにはそう言うしかないですよね。そうまさかセクシー俳優のアルバイトがバレてなんて口が裂けても言えないわけですね。それで、その後、チョンガーになって、まあチョンガーってもうこの仕事をやってたけど、だけどある一定のところでしかやってないわけですよ。いろんな各メーカーいろいろあるけど、そうですね、まあ、ってとことね、まあね、今はもう、あ、まだあんのか、あ、まだありますよ、まだ、生きてらっしゃいますよ、まあそこがあって、そこから徐々にこう、仲間の団員さんに紹介してもらって、こう今に至る、じわ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 と広く、なるほどね、そういうご事情でね。そう、あともう一つ、小沢さんといえばエピソードで、ナース小沢っていうね、あるじゃないですか。それ、その、なぜナース小沢ってついたんですか。あ、それもね、そのアルバイト時代の話なんだけど、今は亡き V&R、プランニングで、そこで常にコーナーがクリトジーザスなんとかってこうコーナーがあるわけです、いろんなシチュエーションで、一人の女優さんが24時間ぶっ続けて、あったんですけど、そこのコーナーでナースの部分があったわけです。私がナースにいろいろお尻ペンペンやられたり、ちょっとこう YouTube なんでね、やんわりとですね、そうそんなのがあって、そのコーナーを俺は一番最初の第1話から最後の20何話まであるのかな、それ全部出てるという、それでその伝説を知って、それを知ってる人たちはみんな俺のことをナース小沢と、あ、それファンの人が、ファンもそうだし、この業界の人間、関係者みんな俺のことをナース小沢と呼ぶ人はその昔を知ってる人たちだ。なるほど、それで、もう小沢さんといえばナースコーナーの方で有名なんで、それでナース小沢と。ナース小沢、なるほど。まあ接吻でね、こうやって接吻キング小沢徹だって言ってるのはつい最近だよ、それに比べるとね。それはなんでついたんですか。やっぱり好きだから。なんか小沢さんの接吻は独特ですよね、他にないですよねっていうのから始まって、来てるんだろうね、きっとね。それ FA の社長がつけたわけ。いやいや、違う、それは違う、単なるそれが小沢さんといえば接吻だよねっていうのになってきたのが、まあそれはあくまで塚越さん、 FA の社長が教えてくれたものから始まるんだけどね。社長も好きですよね、 FA の社長もね、ヘンリーさんも大好きだよ、大好きだよ。じゃあ小沢さんの師匠はヘンリーさんってことですか。そうよ。あ、小沢さんにも師匠いたんですね。すごい。そうよ、すごいですね。なるほど。皆さんね、僕のね、師匠といえば今亡くなってしまった沢木さんと健崎さんっていう方があれなんですけど、小沢さんにも師匠がいるよ、俺になって。素晴らしいですね。あと小沢さんで一つあれなのが、そのセクシー女優さんとの恋話、それで干されたという、お話、これどういうあれなんですかね。違う、それは勘違いだからね。勘違い、まあ、その違うんですか、干されてないんですか。待ち合わせでね、待ち合わせっていうか、干されたことは干されたんですか。出番待ち、いや、3ヶ月の謹慎。あ、それどこでFA という、ね、FA で、それさ、なんて言われたんですか。違うんです、社長に。ホテルで、撮影してて、何部屋でね、で待機部屋があるわけです、待機部屋、そこのシーツが乱れてたと、そこに俺ともう一人女優さんがいたんですけど、それがその女優っていうのも、社長が大好きだった女優さんだったわけだよ。社長のこれ、あれ、あ、出番。
出番、大沢さん出番ですね。わかりました。あ、ちょうど10分ですからね、ちょうどいい感じです。じゃあ小沢さん、じゃあまた、頑張ってまたね、生きる伝説、小沢徹さんでした。え、素晴らしいね。いいですか。あ、ありがとうございます。出番です、出番ですね、はい。